はいどうも皆さん、キャシーと申します。花子さん、続きやっていきたいと思います。前回はジョローグモを倒してこのゆめちゃんを助けたというところですね。でこのゆめちゃんの話によると、今度はエリちゃんが危ないということで、今回はそのエリちゃんを助けるっていう形になるのかな、ちょっとわからないですが、で、今行ける場所はコンピューター室の鍵があるので、コンピューター室に行きましょう。でこのコンピューター室は確か2階だったので、この2階に行きましょう。で、鬱陶しかった、あの雲もねもういないので、あっちしまった、こっちじゃない待ってやっちゃった、もうあの雲野郎はいないので安心していけますね。次の敵が出てくるまでは安全なはず。はい、コンピューター室ですね。おっと、ここで出てくるか。今度はなんだ、今そこにいるのは花子さんだよね。え、頭持ってる、それもしかして。その赤いのはもしかして血が、どういうこと、生首、え、なんだ、なんか、うわ、ちょ、なんか、なんかいる、いてていていてて、ちょっと待っ、え、そういえばやつをなんかヒント言ってたよね、近づけさせちゃいけないみたいな、近づける前にどうのって言ってたよね。どういうことだろう。でこの PC をつけるとさ、なんかデザインが変わるのは何なの。とりあえず全部つければいいのかな。音が消えた。やつが近くにいるとあの音楽になるのか、いや分からん。とりあえず姿が見えない。神出鬼没系か。 20% 食らったな。あ、ヒントがあったわ。これか。これどっちを指してるんだろう。つけるところなのか、消すところなのか。まあ、普通に考えたら、つけるところが黒だよね。なので、消していけばいいんだな。よいしょ。この通りにしたけどダメっていうことは逆かな？逆かもしれないですね。黒くなってるのがついていない PC で、で、この何もないやつがついてる PC かな？逆にしてみましょう、全部。で、これ消すのか。なんだ？なんかが動いた音が、ん？これ？ああ、そうか。これで塞がれてて、いけなかったのが、いけるようになった。これ、校長室かな？多分。あ、3階のマスターキー。これで行くとこめっちゃ増えるじゃん。あ、絆創膏ありがたい。3階のマスターキー手に入れたから、これでもう、いろんなところに行けるようになるね。ただ、新たな敵がちょっとよくわかんねえのが怖えな。よし。では、3階のマスターキー手に入れたんで、3階に行って、まだ行けなかったところ、片っ端から行きましょうか。さて、ちょっとここからは怖いね。マジでさっき襲ってきたやつ、どういう特性なのかさっぱりわからん。さあ、では3階に行きましょう。おそらくやつは3階に行くと襲ってくるんじゃないかな。さっきのは顔見せでしょ、どうせ。暗いんだよな、3階。マスターキーで入れるようになるのは、まず用務員室かな？確かこっち側に用務員室。はい。で？開かない。ん？番号？いやー、それはまだわかんないね。ん？これ外れるにはどうしたらいいんだ？こうか。
南京錠があるのか。はいはいはい。じゃあ南京錠のパスワードをどっかから取ってこないといけないと。首なし。これか、今回の敵は。鏡を見るのが大嫌い。鏡をよく見る人は自分が可愛いと思ってる人だけ。ブスな私には必要のないもの。ああ、どうしてこんな顔なの？もう少しだけでいいから、もっとまともな顔で生まれたかった。世の中不平等だ。顔なんてなければいいのに。そうしたら、みんな可愛いとか可愛くないとかで左右されなくていいのに。顔で人生ほとんど決まる。そんな世界で私の顔を晒して生きるのは無理。なるほど。それで、顔がなくなったのか。マイク、放送室か。放送室も確か3階だよね。カレンダーに何か書いてある。おっと、謎解きだな。お札がある。ちょっと先に他に何かアイテムないか見ておこう。てかね、小判がもうないんですよ。なので、このままだとね、セーブができないんですよね。さて、右側に数字。求めたいのは21ってことかな？これさっきの南京錠だね、多分。さっきの南京錠の答えなんだろうけど、2056。これ空でやるのはちょっと無理かな？気になるのはスラッシュで線が引かれてるところだよね。はい、ちょっといろいろ頑張って考えてみたんですけども、ちょっとよくわかんないですね。29日までっていうことは、ウルード氏ですよね。2月の29だと思うんで、なんかそれに関連するのかなと思っていろいろ考えたんですけど、ちょっとこれだけだとわからないので、一旦後回しにします。他のところを探索してから改めて来ようかなと思います。では、他にこの鍵が使えるところって、図書館かな？図書館で確かあった。放送室は放送室の鍵だよね。で、校長室には行ったから、ここ。そうだね。では、お札はちょっとよくわからないですが。よいしょ。で、ここ、なんだ？これもお札か？お札ですね。お札は多分、エンディングの分岐に関わる感じかな？これと、花？花を見つけた。これだけか。おっと？ ちょっと直近で使いそうにないものだけだな。手に入れたのが。他に3階のマスターキー使う場所なんてあったかな？開いたわ。絆。この6の2？ 6 の1か。ここ鍵かかってて、何の鍵かって出てなかったんですけど、マスターキーで開きましたね。え？なんか広くない？これは？あ、電池だ。あ、でも電池いっぱいだから取れないのか。あー、小判！ありがたい！血が。花びら？これ、じゃあ、ここにさっきの花を添えればいいのかな？とりあえず、一通り調べてからにしようか。おっと。これまずいな。この効果音ってことはやついるな。多分そうだよね。いた。なんだ？やつのあーっていう声がまずいのか？音が近い。
らどうやって検知すればいいんだ？背後を取られないようにしたい。あ、消えた。一回だけか。あーべ。これは回復しとかないと。次出てきたらやられる。こんな感じでランダム出てくるのか。ただダメージがやっぱり大きめだから。で、首なしに。どうして花子が行方不明なんかにならなきゃいけなかったのだろう。本当に親戚とは思えないほど私とは似ても似つかないような可愛い顔。私があの顔なら、私の顔なんてあってもなくても一緒よ。顔、いらないの？え？あの欲しくてもどうやっても手に入らなかった顔が現れる。花子、顔、取る？そんなことできるの？できるよ。取ったら一緒に遊ぼうよ。それで、頭持ってたのか、花子。怖すぎやろ。顔じゃなくて、なんだ、頭ごともぎ取っとったやん。電池、うん、ここしかなさそうですね。真ん中とかも特にないし。ではここにお花を添えましょう。はい。あ、なんだこれ、追ってけばいいのか。これは花びらってこと？赤い花びらかな？ん？下に続いてる。2階だな。まあ、走っても大丈夫かな？多分。やっ、おっと、うん、扉がぶっ壊れとる。これは何の部屋だったところだ？うん。電池がたくさんあるけど、電池はもういっぱいなんだよな。うん？何も。何もないけどな。うん？なんかある？放送室の鍵だ。電池めっちゃたくさんあるな。4の1。ああ、鍵かかってたんだっけ。ちょっと覚えてないけど。まあいいや、これでじゃあ放送室も行けるようになって、で、マイクも手に入れたからね。それでじゃあ、次のとこ行けるかな。たださっきの謎解きのヒントがどっかにあってきたな。ちょっと待てよ。背後を取られたくない。やばいな、これダメか？オッケー、これでいいんだ。よしよしよし。奴が規制を発する前に止めればいい。そして背後さえ取らせなければ怖くないかな。放送室。はい。じゃあもうアイテムが多すぎてどれが放送室の鍵かわからん。これか。では、放送室と。ん？ん？ああ、入れないよって言ってること。マイクがない。はい。キーホルダー、これは関係ないやつですね。小判！ここに来てたくさん。ありがたい。あと1個ぐらい欲しいかな。欲を言うと。よし。では、マイク、マイク、マイク。はい。うっさうっさうっさ。は？なんだ？え？おう！あ、お札が。あ、入れるようになった。ここは何の部屋だ？ま、一旦この目印の通り行こうか。あれ？これあれか、トイレにいた子か。ひどく怪我してるみたい。ひどく怪我してるみたい。怪我？絆創膏？はい、じゃあ手当てします。誰？
あ、また走っていっちゃった。多分あの子、そうだよね。トイレに行って走ってった子だよね。お守り。お守りを手に入れた。そうか。新しいアイテムは手に入れたけど、何に使うのかわからないアイテムばっかりだな。そうか、ここ放送室か。放送室ってか、防音部屋かな？あれ？これで行くとこなくなったよ。お札3枚あるから、これなんかに使えんのかな？食堂の鍵があるけど、食堂の鍵があるところって、多分あれだよね。あるところじゃねえや。食堂ってのの呪われたマネキンがあったところだと思うんだけど、でもそこもまだ行けないよな。他にはなさそうなので、ちょっと食堂のところ行ってみましょうか。食堂、こっちだったっけ？なんだ？なんか叫んでたけど。あ、やつ、さっき撃退したんだけど。まあ大丈夫だよね。ここなんか使うのかな。お守り？違うな。お札？お札だ。これをじゃあ3枚やれば。ははははは、爆発した。そんなことある？はい。で、多分ここが食堂かな。はい。行けるようになりました。邪魔なんですけど。立ち入り禁止だから。マネキンが、ちょっと気持ち悪いですね。ここ食堂の鍵か。邪魔だな。一旦ちょっと食堂、広いな。食堂の中ちょっと探しますね。あ、電池か。電池まだいっぱいなんだよな。あ、わざとこれ消耗して交換しちゃうか。よし。じゃあ電池交換しておいて。ここも通せんぼされてますね。電池、ここにも電池。電池以外にはないかな？なさそうな気がしますね。さすがにマネキン一個一個は確認してないですけど。まあいいでしょう。とりあえずじゃあ、奥行きましょうか。食堂の鍵と。ろうそくがついとる。なんでここだけ あ、バッテリーフル。バッテリーフル。結構ここに、なんでめっちゃあるじゃん。そんなに使ってないっすよ。何これ、バッテリー倉庫？マネキンの頭？これが首なしさんか。あー、ボス戦か。だからこんなめちゃめちゃ広いのか。で、マネキンの頭をどうしてやりゃいいんだ？なんか憑依してたよな。ちょっと待って、背後。どこだ？また目の前に現れるわけではないのか？違うのか？さっき憑依してたマネキンってこの端っこのこいつだよね。聞いてる。あー、なるほど。ちょっと待てよ。これで出てくるか？いた！ OK、 こういう感じで。どれに憑依するか分かんないとかそういう話じゃねえだろうな。マネキンの頭をどう使うんだ？
ちょっと待ってくれ。なんか頭のないマネキンなんかいたかな。いや、来ないか。やっぱりどれかに憑依してる。探し回らないとダメ。そういうことかな。塞がれてるよね。いた、こいつだ。で、こうなったらやつ襲ってくるから、端っこ行って、いた、背後を取らせない。ちょっと待って、これマネキンの頭は使わないのかな。そうか、だからバッテリーがたくさんあったのか。じゃあこのままバッテリーというか懐中電灯で戦えばいいんだな、きっと。あっ、いって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 、ここに出やがった。完全に背後を守れてなかったが、しまったな。ここじゃダメだ、やっぱり。すべてが該当するとなると、ここら辺もいた。こっちまで対象になってんのか。よし、じゃあどこ背後、ここにしよう。いた、よし。で、補充しよう。こいつか。よし、ずっとこのパターンだったら別に怖くはない。ただこれで本当にいいのかどうかがよくわからないけど。外出てきたら、あ、でも実績録解除したな。なんかいる？あ、え？いった、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 いった。どういうこと、どういうこと？攻撃してくんかい。はい。あ、ろうそくが。倒したと思って近づいたら普通に攻撃してきやがった。どういうこっちゃね。じゃあ補充をして、あ、なくなったね、マネキンたちが。じゃあこういうところも行けるようになったかな。ん？あ、なんだ、え、なにこれ。なんか音がするんだけど、給食袋。なんか絶対あるんだけど、これろうそく使うとかじゃないよね。お守り？違うな。うん、なんかあるみたいだけど、ちょっとまだよくわからないですね。おそらくそろそろ最後なんじゃないかなって気がするんですが。ここには新しく行けるようになったってことは何かあると思うんだけど、何もないか。うん、よく調べたんですけど何もないですね、ここは。どういうことやね。まあ、っていうことは、とりあえず、
この食堂はもう終わりかな？ってなると、1年生の教室、ろうそくは3つで全部なのかな？で、お守りか。回復もねえんだよな。これまずいですね。さて、これでもう行けるとこなくなっちゃったけど、結局用務員のところの謎は解かないとダメかもしれないな。なんてこった。まあ、とりあえずボス倒したんで、今回はこの辺にして、セーブして一旦終わりましょうか。でもエリちゃんを助けるっていうことでやってたはずなんだけど、あれ？いない。あれ？いなくなっとるやん。助けたはずなのに。まあいいや、一旦、セーブします。はい、セーブしました。では、今回はここまでにしたいと思います。次回は、もうどこに行けばいいのかちょっとよくわかんないですけど、用務員のところでやっぱり謎解かないとダメかな。そこら辺からですね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。